こんにちは。こんにちは。見えてますかな？はい。ごきげんよう、ひろちゃんです。今日から始めました、スピルとひろちゃんの本当の話なんですけれども、スピルトって何ですかっていうと、スピリチュアルトとオカルトを、して、スピルトって勝手につけた私の造語になります。まあ、その名の通りですね。スピリチュアルト的なのとか、オカルト系、オーパーツとかですね。の、本のレビューを中心にですね、そういった不思議な話、体験をした話、そういった場所に行ったことをですね、ライブ配信にしてお伝えするチャンネルにしますので、よろしくお願いします。さて、では、早速ですね、今日の配信はですね、本のレビューになります。記念すべき第1回目の本はこちら。ちょっと反転しちゃってるんですけれども、天下四郎さんが書かれた祈りの法則という本になります。で、この天下四郎さんについてまずご説明すると、ですね、ソニーの大きい会社ありますよね。ソニーの昔、犬のロボット、アイボっていうのは売っていたことがあるんですけど、その犬のロボットのプロジェクトの結構偉い方、役を務めた人が、この天下四郎さんっていう方なんですが、これはですね、ペンネームであって本名ではないですが、今、ママのお年になってるんですけど、今も天下塾っていうのとか開催してて、精力的に活動されている方です。で、この本自体は2021年の発行ですので、今もですね、我々こうやって本を書いたりされてます。で、じゃあこの祈りの法則のこの本、どういう本ですかっていうと、ここに書いてある通りですね、すいません、なんか判定しちゃってて、インディアンの長老から授かった宇宙の流れをコントロールしない祈り方の本になります。で、祈りに宇宙の流れって関係あるんですかっていうと、どうも関係あるみたいです。で、逆にですね、この宇宙の流れをコントロールする祈り方っていうのは、も書いてありましてですね、どういうのかっていうと、嫌なあいつがいなくなればいいのに、かとみんなを蹴落として私が合格するみたいな、そういう祈りのようで、まあ、要はですね、他の人をどうにかしちゃって、自分だけがいいみたいな、そういう祈りが宇宙の流れをコントロールする祈り方のようです。で、コントロールすると結局叶ってもですね、歪みとなってしっぺ返しが来るそうです。そういう例としてはですね、なんか社長さんが何かの理由で、辞めてもらいたい人がいるんだけど辞めさせられなくって、あの人がいなくなりますようにって毎日祈ってたら、その人いなくなったんだけど社長さんも病気になっちゃったみたいな、そういう例が書いてあります。それが、まあ、しっぺ返しということですね。で、次に、じゃあこのインディアンの長老から授かったって何ですかっていうと、この天下さんですね、2000年にのインディアンの祈りの儀式に欠かせないですね、聖なるパイプ、ムーミンパパが吸ってるようなこういうパイプですね、聖なるパイプを配慮してるんですね、いただいてるんです。で、その聖なるパイプって何ですかっていうと、その祈りの儀式に必要なものなんだけど、もともとはですね、ラコタ族、ネイティブアメリカンのラコタ族が食糧難で困った時に現れたホワイトバッファローカウフウーマンっていう神様の使いがですね、なんか白い美しい女性としてファーって現れたらしいんですね。あ、お腹空いたよ、困ったよって思ってたら、なんか美しい女性がファーって現れて、そしたら、そのホワイトバッファローカウフウーマンが祈りなさいとか、あとスウェットルッチのと、あとサンダンスですね。今も伝統的なネイティブアメリカンの生活をされている方
が行っているいろんな儀式をそのホワイトバッファローカウフウーマンが伝えたんですね。で、その祈りに対してこのパイプを使いなさいってパイプを置いてったそうなんです。で、そのホワイトバッファローカフウーマンが置いてったパイプを模倣して他の部族にもファーって広まっていったっていうのが今のネイティブアメリカンの祈りなんですけれども、なのでですね、ラコタ族のところにはその置いてかれた聖なるパイプ、もともとのオリジナルがですね今もあるそうです。で、その大事な大事な聖なるパイプをですね、2000年に天下さんはいただいてるんですね。で、ネイティブアメリカンにとってその聖なるパイプってどういうものですかっていうと、部族の長老の象徴となるようなものなんですね。で、長老ってどういう役割かっていうと、まあ、そういう祈りの儀式を取りに行うので聖職者であったり、あと薬草の知識がすごいのでお医者さんであったり、あと長老困ったよって相談を受けるカウンセラーであったり、みんなの調停をする裁判官であったり、そういういろんな役をする人格者でないとですね、長老にはなれないんですね。で、この聖なるパイプを持とうとしたら、長老のもとで厳しい修行をして一人前の長老として認められて初めて授かるものなんです。ところがですね、この天下さん、2000年に、ある長老、知り合いの長老から、お前サンダンスに来ないか、見に来ないかって言われて、それで参加したら、その場でもらっちゃったみたいな、そういう突然入りをした。っていうような、そういう流れで、ペッって、修行も何にもしないでいただいてしまったっていうことなんですね。で、まあ、多分、書いてはいないんですけど、おそらく、その、天下さんにパイプを渡した長老っていうのは、おそらく何かしらのこうお告げ手みたいな、そんなのがあってお渡ししたんだと思うんですけれども、まあ、天下さん側からしたらね、突然、え、いいんですかみたいな感じでもらったパイプということになります。で、一応ですね、その時に、パイプ、をいただくときにですね、言葉、パイプを渡すのにも儀式があるんですね。そのパイプを渡すときの儀式のときに言われた言葉っていうのがですね、祈り、パイプを使った祈りの基本形のことがですね、書いてあるので、お読みします。ですね、言われた言葉が、インディアン社会に長らく伝わってきた聖なる伝統を私は今お前に引き継ぐ。これは祈りのツールであり、現場行くより強力だ。迂闊な祈り方をするととても危険だ。これからは身を慎み、言動に注意し、赤い道をしっかり歩いて行くように。パイプホルダー。というのは、祈りで奉仕することがお役目なのだ。祈りは自分のためにしてはならない。自らの心の平安を保ち、すべての平安と繁栄のために祈るのだ。これをもって祈るとき、お前の祈りの言葉は全部実現する。だが、お前は祈りが実現するということがいかに危険かを知らねばならない。迂闊に何かの実現を祈ってはいけない。これをもって祈るとき、感謝の言葉以外を口にしてはならない。と言って、パイプを渡されたそうです。で、実際にですね、パイプを使った祈りっていうのは、パイプセレモニーっていうんですけれども、そのパイプセレモニーをですね、天下さんは2001年に、京都の円通寺で行ったんですね。で、その当時ですね、京都の円通寺はお庭からの借景、
比叡山が見えるそうなんですけど、その比叡山が見えるところに、比叡山、高野山、どっちだったか が見えるところにちょうどマンションが建っちゃうっていうことで、ちょっと悩んでたんですね。で、そのご相談を受けたときに、いや、僕は何もできないけど、お祈りすることならできるよっていうことで、行ったら、やってくださいっていう話になって、京都の円通寺で2001年にパイプセレモニーを、だけど、面白半分の遊び感覚でやったそうなんです。で、そしたら、なんとね、2007年に景観条例ができて、マンションができなくなった。そうです。なので、お山の景色がね、庭からのお山の景色が守られたんですけれども、初めはね、天下さんも、まさかそんなことが、みたいな、つながり、お祈りとのね、つながりをあんまり考えてなかったそうなんですけど、なんかそういうことが重なるたびに、やっぱり、俺は祈りをしたために、景観条例ができたんだな、っていうことを確信を持つようになったそうです。で、それがですね、その先ほど、パイプをいただくときに言われた感謝の言葉以外を口にしてはならない。っていうのをですね、基本にして祈った文があるので、それをちょっと読みますね。祈りの文がですね、これ、丸々一章使って入ってるところもあるんですけど、丸々一章使ってるね、すごい長いんですよ。だけど、この円通寺のところはですね、ちょっと短めになってるので、そこがちょうどいいので読みますね。では。祈りは最初に、モホーク族の基本の祈りを3回唱え、ここで素晴らしい仲間とパイプセレモニーができることを感謝し、母なる大地と彼女が生み出してくれたあらゆる兄弟たち、動物たち、植物たち、鉱物たちに感謝をします。ここまでがインディアンの祈りの定型文です。それから、その日の祈りのテーマに入ります。で、ここからが、感謝の言葉以外を口にしない祈りになりますね。その円通寺バージョンっていう。創造主よ、ここに比叡山の素晴らしい借景があり、エネルギーの高い場があることを感謝します。この素晴らしい場所で、今まで大勢の人が悩みを癒し、怒りを鎮め、心の平安が得られたことを感謝します。そして、これから何年も何年もの間、ここを訪れる大勢の人たちが、ここに座り、悩みを癒し、怒りを鎮め、心の平安を獲得している、していけることを感謝します。で、この後は祈りができたことに感謝し、聞いていただけたことに感謝し、モホーク族の基本の祈りを3回唱えて、パイプセレモニーは終わるんですけれども、要はですね、ここではですね、マンションができませんようにっていうことを一切してないですね。ただただ、借景があって、みんなの心が静まってありがとうっていうことと、これからもそういうことが続いていくことができて嬉しいな、ありがとうっていうことを言ってるだけなんですね。っていう、ここで書いてあるんですけど、具体的な結果に対して、できる限り執着を手放した祈りというのがコツなのです。と書いてあります。単に、ね、将来ともどもここで人々が心の平安が得られることに感謝しているだけ。そこが、感謝の祈りのポイントになります。で、その後もですね、天下さん、はじめは、ね、面白半分だったんですけど、だんだん、実際に起こることがすごいので、本腰を入れてですね、祈るようになりまして、アイヌの英雄にシャクシャインという方がいらっしゃるんですけど、ひどい騙し討ちみたいな殺され方をしてしまいまして、で、その霊をですね、慰めるための祈りをして、実際に霊がですね、天に昇っていったっていうような、そういうお話とかですね、こちらに載ってます。
で、もう一つ、天下さん以外にはですね、宇宙の流れをコントロールする祈りをする方のお話もあります。で、コントロールする祈りをすると、さっき一番初めにね、歪みとなってしっぺ返しが来るっていう話なんですけど、それをね、跳ね返すというか、受け止めるというかぐらいの、修行している方でないと、ものすごい修行ですね。している方でないと、ちょっとそりゃ、宇宙の流れをコントロールする祈りは無理ですよっていうような、そういう感じで書いてありますね。で、そうですね。ということで、この祈りの法則というのは、簡単にまとめると、これ、感謝の祈りであって、ひたすらですね、内面の宇宙、心ですね。心の平安を整える祈りである。ということになります。最後に、この最後の章にですね、なんで感謝の祈りが有効なのかっていうことが書いてあるんです。で、4つぐらい考察をしてるんですけれども、内面の内側を整える祈りが感謝の祈りでできて、要は、あいつがいなくなればいいのにとか、そういうことを思ってるとね、この内側が、整っていない状態に、なりますので、そういうところを感謝に変えて祈ることで整って、それが間接的にでも何でも叶っていきますよっていう、そういう祈りになります。なので、実はですね、これ、丸ごと、映らない祈りの言葉が書いてある章もあるんですけど、もう一つ、ここね、天敵瞑想っていう、あいつがいなくなればいいのにっていうのが、宇宙の流れをコントロールしないでできる祈り方っていうのも、ここに載ってるんです。要は、感謝の、あいつがいなくなればいいのにっていうのを感謝の祈りに変えた言葉も載ってますので、もしそういう方がいらっしゃる方がですね、これを読んで実践すると、本当に一月後ぐらいに効果があるそうです。ということで、そういう感謝の祈りをですね、ずっとしていると、この自然な宇宙の流れに乗って、極めてスムースな人生になる。どうすると、何かを変えようとする祈りは必要なくなります。っていうことを、この本は言ってます。なかなか面白い内容なので、興味ある方、読まれてはいかがでしょうか。というところまでが、この本の大体の内容でですね、私の一押しポイントというか、これをですね、今から見ます。もう、私としてはここがメインなんですけど、まず一つ目。これね、もともとネイティブアメリカンは結構好きなんですけど、ここでですね、なかなか面白いのが、この部族を超えたアメリカ、ネイティブアメリカンというかインディアンって呼ばれる方々は、アメリカにもカナダでも結構な部族がいらっしゃるんですけど、書いてある通り読むと、インディアンには部族を超えて共通の祈りの様式があります。それがですね、なんと、それはすべての動物、すべての植物、すべての鉱物は、母なる大地が生み出してくれた私たちの大切な兄弟姉妹であり、まず、そのすべてに感謝するという祈りからスタートするのです。インディアンたちは植物や鉱物も人と同じ生命体とみなし、ツリーピーポー、ストーンピーポーという言い方をします。ということで、キリスト教とかですと人類皆兄弟、みたいな言い方をしますけど、これさらに超えてですね、動物、植物、鉱物、全部兄弟ですよっていう、そういう考えがですね、すごいなって。ネイティブアメリカン、ザ・ネイティブアメリカンっていう感じがして、おーと個人的に湧いたポイントです。あとですね、これ、祈りのお話なんですけど、祈りがですね、個人的って、何でしょう。社会に対しての作用もあるですね。ということで書いてあって、それがですね、ちょっとお待ちくださいね。
このネイティブアメリカンの世界では、政治も祈りで行うっていうことが書いてあるんです。どういうことかっていうとですね、インディアンは室内で火を焚きます。平原インディアンのティビ、まあ、三角形のテントのことですね。でも、必ず中央で焚き火が焚けて、煙が上から抜ける構造になっています。一つには、焚き火で暖を取るという実用的な効用があります。でも、もう一つ、焚き火は議会の中心としての役割があります。議会が開かれている間、焚き火をくべて火を絶やさないようにするというのが議長のお役目の一つなのです。議会が始まる前に、議長は必ずお祈りをします。最初に、創造主、母なる大地、すべての動物、すべての植物、すべての鉱物に感謝します。また、ここで、討議ができることに感謝し、ここに集まった人たちや、この討議に参加している目に見えないご先祖たちのスピリットに感謝します。それから、ここで討議するときに、人々がエゴを出さずに、創造主の言葉、真実という意味ですね、を紡ぐことができることを感謝します。さらに、ここで討議された内容が次のように祈られるのです。ここ大事ですよ。今から言うの大事ですよ。7世代後の子孫にとって有益でありますように。こういう祈りが冒頭にあれば、攻撃と防戦、足の引っ張り合いによる空虚な討議には陥らないでしょう。でね、もう、本当その通りだと思いませんか、これ。なんていうかね、もう、どうでもいいじゃん、もうそういうこと、みたいな。いや、ね、追求してほしいことはあるんだけど、そこ重要じゃないよね、みたいな。あと、なんか、足の、ね、上げ足取りとかね、そういうのが、もう、なくなる。祈りだと思いませんが、この7世代後の子孫にとって有益でありますように。そういう意識ってね、すごく大事だなって思うんですね。そういうのをこう通常でやってるって、いや、なんかすっごいなって思いました。もう一つね、祈りをね、やってる社会生活、そういった、政治の他にも社会生活の中で役立ててるのがあるんですね。それが、ちょっと待ってください。の、先ほどホワイトバッファローカウフーマンが授けていたスウェットロッチを使ったものなんですけど、スウェットロッチっていうのも儀式なんですね。で、どういうことかっていうと、サウナなんですけど、読むとですね、柳の木で小屋の骨組みを作り、毛布をかぶせて光を遮断します。そこに真っ赤に焼けた石を運んで、小屋の中をサウナ状態にして祈りを捧げます。で、そこでもう病気の治療、悩みの癒しにも使うんですが、もう一つがですね、裁判もこのスウェットロッジが舞台になりますってあるんです。で、どういうことをして裁判をするのかっていうと、まずですね、例えば紛争の当事者 A さんと B さんが来たとします。で、そうすると長老は2人で協力させてスウェットロッジを作らせるんですね。で、ここで A さんと B さんは直接言葉を交わさないで無言でですね、作業するそうです。で、無言で作業をしてスウェットロッジができたらですね、そこにみんなで、長老と A さんと B さん、みんなで、その中に入ってって、やるのがですね、スウェットロッジは、まともな思考ができないほどの強烈な暑さです。その中で、まず、長老が祈り、A さんが祈り、B さんが祈ります。それを何度も繰り返しているうちに、紛争は一人でに解決してしまいます。びっくりしませんか、これ。紛争は一人でに解決しています。
ちゃんとね、祈ることで、どうして紛争が解決するのでしょうか。どうしてだと思いますか。もう、とにかく、読みます。一つには、スウェットロッチの強烈な暑さがあります。息もできないほどの暑さの中で、人は理性と論理の働きが鈍ります。相手と戦って勝とうとする意欲が鈍ります。ま、もう暑すぎて、どうでもいいわ。暑い以外考えられんみたいな、そういう感じかなって思います。で、もう一つはですね、祈ることによって神の視点を意識するようになるのです。神の視点で物事を捉えることができれば、もともと紛争などは存在できません。うん。つまりなんか、こう、暑くてぼーっとした変性意識状態の時に、祈りの言葉を言うから、もう神の目線になっちゃうっていう、そういうのがあるそうです。これね、なかなか面白いと思いませんか？だから、これをすると、もう、なんていうか、言論と論理で、自らのエゴを主張して、相手を論破しようとするより、はるかにスマートに解決できる。ということが起こり得るんですね。まあ、要は普通の、まあ、私たちが言う裁判というですと、戦ってね、勝った負けただとか、そういうけど、これはもう、まるっとするみたいな感じですね。多分、なんか痛み分けみたいになるのかなって思うんですけどね。まあ、適応できるものとできないものっていうのはあると思うんですけど、なかなかこれはね、参考になるやり方だなと、個人的には思います。そういった、一般的には知らないことがですね、こちら、たくさん載ってますので、結構、読みやすい文章なので、パーって読めると思いますので、興味がありましたら、読んでみてはいかがでしょうか。蓮華史郎さんの祈りの法則でした。あとですね、もう一つ、すいません。これね、2021年の本なんですけど、サンダンスに蓮華さんが参加したのが2000年なんですね。で、その時、サンダンスの説明をね、忘れてたので、その話をすると、サンダンスっていうのが、8月に満月を挟んで4日間、飲まず食わずの炎天下で踊る、ご先祖の霊を呼び出して一緒に踊る、4日間ですよ。4日間飲まず食わずで踊り続けるっていう、そういう儀式なんですけど、その4日目ですね、最後何をするかっていうと、ご存知の方もいるかもしれませんが、木の針じゃなくてね、多分このぐらいなのかな、このぐらいの木の棒っていうか杭っていうかをですね、皮膚の下にこう通して、で、それで、体を釣り上げて、ドーンって落として、肉がベーってちぎれるっていう、そういうのをするらしいんですよ。考えただけで怖いんですけど。うん。それをね、ピアスっていう儀式らしいんですけど、そういう痛みを伴う儀式がサンダンスになります。もう踊るだけで結構ね、苦しい。4日間踊るだけで苦しいと思うのに、最後の最後にそれをするっていう、なかなかね、凄惨な儀式なんですけれども、でもね、それに、ネイティブアメリカンでない先住民、イヌイットとかですね、そういう先住民の方々が世界中から集まるそうなんですね。で、それがなんでかっていうと、もう、これが2000年の話なのか、2021年の話なのかわからないんですけど、先住民に対する非道な迫害に対する葛藤と怨念が、渦巻いてるからだそうです。なんていうか、その命の危険を感じるような迫害があるっていうのをこれ書いてあるんですね。もう、そんなことするのマジで？みたいな、書いてあるんです。で、そういう葛藤、怨念がですね、そういう杭というか、を皮膚の下に通してビーって皮膚をちぎるような痛み
がないともうどうしようもないような内側のぐるぐるがあって、そういうのを晴らすためにサンダンスをするっていう、求めてね、世界中の先住民が集まってくるっていうような、そういう現実もあるんだなっていうのが読み取れました。なかなかそこはね、衝撃的だったです。で、なので、感謝の祈りっていうのはですね、もうそういう葛藤や怨念を超えた、超越した極義的な祈りでもあるっていうところがですね、もう、なんか、よくあるじゃないですか。ありがとういっぱい唱えましょうっていう。まあ、それ自体はですね、すごくいいことだとは思うんですけど、この感謝の祈りっていうのは、さらにそれを超えたような、そういう祈りであるっていうところはお伝えしたいなと思います。実際ですね、部族を超えた共通の祈りで、すべての動物、植物、鉱物に感謝するっていうふうにお話ししたんですけど、とある大長老が若い時にですね、まあ、飢餓を患ったそうなんですね。まあ、若い時なので、まだ長老じゃないんですけど、その時の長老に言われたのが、お前の中に白人に対する憎しみが渦巻いている。それが癌になったんだ。どうしてお前は全ての動物に感謝するのに、白人にだけは感謝していないんだって言われたそうです。びっくりですよね。もう、だって、そんなね、自分たちを殺そうとしているような相手にどうやって感謝するんだよっていう話なんですけど、だけど、その後々大長老になるその方は、その憎しみを超えて、感謝の祈りを捧げたことによって、末期がんが完治したそうです。で、大長老と言われるまでね、長生きされたそうなんですけど、まあ、そういうことがあるんだなっていうことが、いろんな話が読めますので、なかなか面白いです。蓮華四郎さんの祈りの法則でした。っていうのは、ここまでで、ですね。今回初めて YouTube やっているんですけれども、これがなかなか大変でしたっていうおまけのお話で、どういう事情があるのかわからない。喋りたいだけです。もともとね、水曜日にね、配信しようとしたんですけど、YouTube ってライブ配信っていうボタンを押してから24時間後に初めて配信できるんですね。それ知らなかったんです。電話登録さえすれば24時間後には配信できると思ってた。で、だから水曜日にさあ配信するぞって思ってボタンを押したら24時間後ですって言われて。ですよね。で、昨日、まあ、木曜日ですね。よし、今日こそ配信してやるって意気込んだんですけど、今度、なんか、カメラの設定が、こう、なかなか合わなくて、映らなくて、映らない、どうしてっていうのを、1時間半以上やってたら、この後ろのね、窓のね、光がね、どん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 なくなってね、大変って、カメラ自体は映ったんだけど、もう光がほとんどなくなってて、大変って始めたら、やってる間中にどん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 顔が暗くなって、あ、もうダメだって思って、やめて、やっと今日配信できています。ということで、こんな私ですが、これからスピルとヒロちゃんの本当の話を、まあ、不定期ですが、ライブ配信していきたいので、よろしくお願いします。またねー。